that's what I'm saying. はい、用意スタート。超クッソ激烈に良作だったゲームの苦痛 RTA 始まるよ。早速スタートです。まずはアンケートに答えて食い物ゲット。そしてプロローグの親父編はカットです。親父が忘れた鍵を届けるため古い洋館を訪れた穂村くん一行。いきなり入り口が閉まっていましたが、ヘアピンで開けて突入。はい、すっごい大きい。ん？続けて現れたのは親父の助手の二人。これで頭数は揃ったな。まずは一人目を選抜。いや、君に決めた。ほな行きまよか。とりあえず手分けして2階を探してみましょうかね。戻ろ戻ろ。さっきはこんな部屋はなかった。はっきり覚えてんだね。そしていかにもな箱があったので椅子を使って取ってみると、記念すべき CG1 枚目、ミヤモミゲットだぜ。あ、中身はネクロのみかんでした。じゃあ夜行きましょうね。見ろよ見ろよ、ほら。といったところで、二人目の選抜を行います。聖二郎、貴様しねえ。じゃ東館ルートへ。ネクロのみかんなんて盗んできちゃったら、すぐに呪われるのも、多少はね。しかもすぐ回収されちゃうし、帰れなくなっちゃうし。開いてんじゃん。当然、悪霊にも絡まれます。お兄さん許して。さあ、本格的1周目のスタートです。まずは休憩所1に入り、ビスケットを回収。ベッドもチラ見しておきます。使えるベッドを見た数だけ、後で休憩できますからね。そんなわけで、まずはトイレにやってきたのだ。マッチ発見、そして発煙か。ゴキはまず味、宮をかばいながら逃げるぜ。人食らいましたね。まあマッチさえ手に入れば、これからは敵が枯れるさ。隣からは、壊れたハサミを入手。CG 回収にいるからね。第二村人発見。だから虫はやめろって。燃やしにくいし、会うだけでお供がビビるし、経験値もクソ。帰れ。マッチやライターが弱点なのは、動物だけなんだよ。そろそろ動物さん。お願いします。申し訳ないが、クソまず動物は NG。そして動物も苦手な聖二郎、もうデッドラインですね。あ、いやもうおかしくなった。もうわかんねえな。休憩所2に着いたので、ひとまずセーブして、アイテム整理をしましょうか。レベルが上がれば全回復するので、もうちょっとだけ、粘ろうね。ネズミさえ出てくれれば、あっという間に、全回さ。ダメみたいですね。かばう体力もなくなりそう。まあなんとかなるでしょう。すぐそこの、小さな鍵を拾いまして。下の壁を調べると、話が進みますぜ。そして出ないネズミ。レベルが上がらないと、塩化率が、高いままなんだよな。序盤最強の、釣られた女。虫だ虫だ虫だ。もう限界。ベッドベッド、大冷えてるか？無理だって、先行で逃げて。ああ、もうめちゃくちゃだよ。レベル1のまま、ハート1つ喪失。あんまり気絶すると、本当に死亡してしまいますぞ。まあ、ホムラは4回まで気絶できるから、誤差だよ誤差。それに対し、ミヤは気絶1回でリーチです。邪剣徹底的にかばいましょうねー。さて、鍵を使って、板を拾いました。これを地下で使えば、先に進めます。神によるでしょ。暴力セックス。で進行管理をするのは、スイートホームを参考にしたのかな？しかしまあ、何も枯れないですね。
ネズミ来た。これでゲーム続行できるぞ、ジョジョ。カバウ、マッチ、ライター。おじ動物は、念入りに消毒じゃー。全員レベルアップ。これでスタートラインに立てたぜ。恐怖値回復、捨て上昇、塩化率低減だー。レベル3にさえなってしまえば、ぐっそ快適に歩けますぞ。さて地下室では、金の鍵が拾えます。何やら、角材も落ちていますが、アイテム原理武器など。不要だ。動物は燃やす、昆虫にはゴキジェット、人はロープでぐるぐる巻き、それこそが正義。だから、まだ動物しか狩れないんですね。おお、ウイヤツウイヤツ。ガソリンはお好きかな？アイテムは、割合ダメージなので、ぐっそ使いやすいですねー。ちなみに敵の属性ですが、これは火ダメにも、影響します。各キャラには、苦手属性がいくつかあり、それらに出会うだけでダメージが。よって逃げるだけでは、火ダメが蓄積します。倒す方が安定しますね。まあ動物以外、全然倒せませんけどね。この先には休憩所さんと、台所があります。事故に備えて、たとえ RTA といえども、マメなセーブをおすすめします。そして台所に入ると、久々の CG2 枚目。ミヤモミ2ゲットだぜ。お前ひょっとして、そいつの胸が好きなのか？何気に今日ネズミ3連続で、嬉しい。嬉しい。レベル3になったので、もう大安定です。ドリンクは、恐怖値全回復アイテムです。が、飲めたもんじゃありません。徹底的に集めますが、飲めるのは、2周目以降ですね。コップを手に入れたら、台所は、おい、減って！ついでに箱から、ビスケットも回収。こっちは食べてもいいです。ピンチなら。動物のクズが、さて次は、コップを使いましょうか。すぐ下の部屋ですぜ。ここの骨に水をあげると、お礼に扉が開きます。どんな水でもいいらしいっすよ。RTA では時間の関係上、ペットボトルの水をあげております。この善人め。おぉ、開いてんじゃん！じゃ、チキンセーブしてから、くっそ暗い通路の、突き当たりに行きましょう。さあ、来ますよ。くるくる。ここで出会うのは、本 RTA 最大の強敵、執拗に炎たちを付け狙う。修正不可避の全裸の地図。恐怖の存在だー。フワック。もちろん、まだ勝てる相手ではありません。死んでもやり過ごすのじゃー。僕は。もう大丈夫ぞ。あっちへ行きますよ。いいぞ、これ。暴れるなよ。暴れるなよ。まずいですよ。やめてくれ。はい、ダメでしたー。隠せ隠せ隠せ。体感3割は見逃してくれるのですが、まあしょうがないね。この通称、ハイド&シークは、隠れたり歩いたりすれば、そのうち終わります。おすすめなのは、王道を行く。3回隠れですね。ほぼ間違いなく逃げ切れるよ。まあ初回に限れば、早ければ早いほどいいですが、こればっかりは運ですね。すいません、君の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。なんとか、2回目で許してもらいましたが、ここで痛恨の、政治郎離脱。東館ルートはこれがきつい。まあ仕方ありませんね。そんなことより、一緒に寝ようぜ。一緒に寝ると、
好感度プラス10。あとあと、CG 回収に関係するよ。逆に一人で寝ると、お供同士がくっつきます。くれぐれも注意しましょう。借りたいところですが、マッチ一本じゃ面倒。逃げ。さて今度こそ、真鍮の鍵を拾いましょ。ついでにガムも食らおう。この鍵とはしごがあれば、東の池に、遠征できますぞ。鍵入手後は、タクシーで帰ります。初見だと迷いやすい箇所ですね。バシル裏された先で、ロープをゲット。こいつで床下に降りるぜ。人型を踏んじばれるロープですが、イベント仕様でなくなるのが、たまに傷ですね。そうそう、この塩化音は、格上の場合のみです。気にする必要とかは、ないです。通常プレイでもね。たとえビスケットでも、女には譲らない、ホモゲー主人公の鏡。なんせこの RTH 周目は、好感度が、関係ないからね。ここで早速、ロープを使って、折れたはしごとトレードし、戻るのであった。さっきからずっと、通常プレイになっていますね。稼ぎもできず、CG もない区間だからね。池に向かう前に、宮と、2回目のご休憩をします。この好感度プラス10により、累計30以上を達成。池での CG 回収が、可能になるよ。では少々のお菓子を持って、セーブして、いざ鎌倉。はしごを使って、向こう側に渡ると、宮が、催します。リカナ姉貴なら、CG がありますが、青春枠の宮ではカットだ。さて、ここで出会ったのは雪、神出鬼没の、謎の少女です。いわく、そこの墓を調べると、すごくいいものが手に入るらしいっすよ。聖二郎も転がっていましたが、多分、館の幻覚でしょう。さて、宮の長弁が、終わったようなので、直ちに匂いをチェックだ。ごめん。ここで匂いを嗅ぐと、好感度が下がってしまいますが、必殺の、スプレーがあるからね、我慢して、回収せざるを得ない。その破壊力は、池で、明らかになることでしょう。ここから先は、塩化内容が変わり、稼ぎがくっそはかどります。変われって言ったダルルを、逃げ。そういえば、宮がちょくちょく、三択を仕掛けてきますね。安心させる選択肢を選ぶと、好感度が上がるのですが、把握が面倒だからね、重要なもの以外、覚えていません。蛇は馬味ですが、二人だと三ターンかかる、逃げ。個人的に、移ろう男大好き、いい人そう。そしてここで、最新チャート炸裂、寄り道するぜ。小型の斧を回収して、即しまっちゃおうねおい、ゴレ俺ら、名義折ってんだろ、ちょっと反省。ここでやっと、二世さんが合流。やったね、ミヤちゃん。狩りができるよ。今後、動物はダブル燃やし、虫はスプレーライターで、滅殺だー。そうそう、二世さんのハートは無価値なので、戦闘で肉壁にしましょうね。いいぞ、これ。動物は燃やせ燃やせー。たとえポジっても、ミヤがいるからノーダメよ。いないと悲惨だけどね。2ターンで経験値42、おいちい。池周辺では、馬味塩化が3種類もあり、レベルが上げ放題なのです。さて本編ですが、
鉄格子が勝手に閉まり、戻れなくなっていますね。まあ陸路がダメなら、回路でしょう。うまーじー。お前は東館で出てこいや。狂った犬もうまい。噛まれて怪我しても、アイテム攻撃には無関係。歩きが立館、もう終了です。5000だけでしたね。そして CG3枚目。おいきなり追っ始めるな。そもそも誰だ。無拍子で始められると赤バンされちゃうだろ。さてボートがありましたが、悪いな二世さん、これ二人乗りなんだ。島には二人で行くから、お土産は一切なしだから。来てね、キャッチだな。くっつけるな、トラブルかこの野郎。池の北西部には双眼鏡があります。使い方がちょっとおかしいけどね。近くにボロのハンマーもありますが、活用できるのはカリフトアニクくらいでしょう。あ、宮が怪我しましたね。一応直しておきましょう。殴りのよだめが半減しますが、レベルウープや発狂で勝手に収まります。では次は島の桟橋に向かい、横向くんだよ90度。そこから双眼鏡で覗くと、読めるわけないだろ、貴様サイクロップスか。ここが目的地ですね。さーて、お宝ちょうだい。腐った顔はグロ系、グッと倒しにくいので、逃げ。おい、開いてんじゃん。さあ、最初のネクロノミカンに続く、最重要アイテムの、彫像ゲット。なんでも、全裸のおばさんの弱点らしいっすよ。まあ、取ると帰れないんですけどね。ここで久々に、RPA っぽい情報を。このイベントは、画面の通りに動くと、簡単に進行しますぜ。出口を求めて腹の中でぐるぐるすると結構時間がかかっちゃうからね。二世さん、オフスオフス、自重しなくなってきたね。ここでしか見れないいい顔、右に乗っけとくね。という夢で済んだみたいっすよ。しかしすっかり参ってしまったホムラ君。ここで CG4枚目、宮崎締めゲット。好感度30が必要なので、しっかり計算してこようね。あ、ゴレ。では進軍のため、宮をまず、南西に置いてきます。こんな場所に置いていったら、すぐ犬に食われると思うのですが、それは。まあ、いっか。お待たせ。小屋の中にもいないし、置いていこう、そうしよう。ただソロ区間になるので絶対セーブした方がいいよ。わっせ、わっせ。あのクソアマ、ここで待ってろって言ったダルルを見捨てるぞ。こんなことが続くので東館は難しいのです。慣れないうちは。うわー、すごいと思う。こいつら先に帰った上、修羅場中とか。冷たくなりますよ。そして駆けつける、第三の男。第三といえば岩瀬だったな。ここで CG5枚目。生産反撃、ひき肉とかした二世さん。池で出会った、やたらと性格のいい方が、パチモンだったわけですね。さあ逃げましょうか。相手はうごめくもの、もちろん倒せません。まあ隠れられる場所は多いので、苦労はここ使用済みやん。いやよ。まあ隠れられる場所は多いので、苦労は全くありませんね。むしろ2回目、3回目で見つかった方が、目的地には近いぜ。あのさ。まあいいでしょう。聖二郎も、無事復帰したことですし。休憩所さんで、チキンセーブして、操作再開だ。
か。ウジ虫ですね。スイートホームのノリで燃やすと、6発くらいかかりますぜ。すると、超クッソ赤字になるので、クリアが怪しくなるという。序盤の虫は、絶対に相手にしちゃダメ。さて、復帰した聖二郎は、ボロのハンマーを持っているので、地下の岩を砕き、その先へと進むことができます。そして、また君が壊れるな。まあこれで、クリアまでずっと使えるので、これからは人も枯れるよ。これでようやく、東館から中庭へ、進むことができるのですが、ちょっと、宮戸休憩。ここで CG6 枚目。宮戸、ベッドでお座りです。本館までに、これを見るのが、1周目の必須条件となっております。次は寄り道して、ちょっと風呂場へ。聖二郎復帰後は、奥のロザリオが、取れるようになってるよ。これは、霊をアンパン成仏させたりもする、くっそ強烈な兵器なのです。そうなのか。くっそ面倒な、固定敵がいるからね。そいつと、後半の稼ぎに使いましょう。今度こそ準備完了。台所より、伊賀中庭、に続く地下道。ん？もうかい？意外に早いんだな。なんだこのおっさん。汚いけどね。ついでにアイテム整理をば。ゴミを入れて、小型の斧を炎に。人、虫、動物をガンガリして、レベル13を目指すのじゃー。こっちみんな。先ほどの休憩所で、水子の人形に触れてしまったことにより、これからしばらくの間、悪夢の世界をさまよう羽目になりました。これは別に必須イベントではないのですが、クリアすると人形が手に入ります。使うと大ダメージを受けるよ。CG 集めには必須なので、一周目で取っちゃいましょうねー。なお、イベント進行に失敗すると、お供が1、2名、即死します。どんな内容なのか、知りたい方は、ホモドーンをたくさん買ってね。進軍再開。出たな、うつろう男。もう許さないかな。かばう、ロープ、ハンマー、縛って殴れ。縛れたら、殴る、ロープ、ハンマー、とどめゲイ。これがド安定チャート。人型金箔リンチです。しかし、もうロープとさようなら。しても再会余裕でした。東館のいいところ。んじゃ、借りながら進みましょ。聖二郎の持つ、ボロのハンマーは、使うと、殴りの 25-50% 増しの威力です。HP100 程度の相手なら、ハンマーの方が、早いですね。ヘビも、人食いコウモリも、マッチハンマーで、1ターン切る余裕でした。次は固定敵。チャートを下に、スクロールさせる間、ゲームが止まるんだよな。バックグラウンドでの動作、許可しておくべきでしたね。あ、いざなう男は弱いです。縛って殴って、終わり。ここで、銅像を忘れたので、鳥に戻るそうな。こいつクソ、クワック、半身くたばれ。ん？恐怖さん、ご無沙汰じゃないっすか。ここは簡単だからね。もし追いつかれたら、モザイクは一切なしだから。なお技巧を凝らすと、ここの恐怖さん、倒せるらしいっすよ。はい、逃げ切れました。通路を塞いでも、地面から湧いてきそうなんですが、それは、まあ、いっか。あ、ここははしごを調べてから、待つだけで進めます。こん
チャートを見てるなと思った人は、滑覆して詫びて、どうぞ。まあ後半は複雑すぎて、見ないと、今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。今のところノンケドーナ RTA、第2部始まるよ。前回、東館ルートで地下道を抜け、中庭にやってきました。今回はまず、南西部に埋められているという、ぐっそ強いアイテムを掘り起こすよ。グロ注意よ、貴様はもうすぐ、破滅だ。そう、ここに埋まっているのは、グロ系特攻の、リュウサンダー。終盤の、グロ系の群れなんざ、デロンデロンに溶かしてやるぜ。ではシナリオを進めましょ。本館に入るぞ。毒蜂は2機オスオス。池では逃げてやがったな。死ね。ワンパンで駆除。さて本館ですが、他の2機を探しましょ。ユキちゃん、のファインプレイにより、闇には飲まれずに済んだね。お、階段発見。休憩所後では、まずハンマーと、お別れしまして。ボス戦に備えて、ロザリオを持つぜ。リュウさん。首だ。よし。伊賀鎌倉。握手だよ。ん？待ってくださいよ。宮戸は3回、休んだって。ここ中庭地下は、激烈炎化率を誇る、ゲーム中屈指の難所です。以前のチャートでは、3逃げでしたが、気絶数回もやむなし、という惨状でした。しかし新チャートでは、レベル上げを前倒しして、ここを刈り歩くことにより、クソ炎化率を、高効率狩りに、変換したというわけですね。数戦ごとに、レベルが上がるので、恐怖値がガンガン回復するぜ。多分これが、一番バランスがいいと思います。お、大本命の、虫の大群。オッス咀嚼します。HP250 といえども、スプレイの、割合ダメージには勝てまい。1ターンキルして、強炎化で経験値82。超うめえわらわらわら。ここに出てくるのは、人、虫、グロ、霊ですが、グロ、霊はまずいので、狩るべきは、人と虫。そして、虫は脆いのですが、人は耐久力が高いので、ホムラに小型の斧を持たせ、ダブル殴りで、よだめ7割増を実現しました。つまり、最新チャートは最強、理論でも暴論でも持ってこいやー。あ、ホモドーン学会員はダメです。負けるに決まってるからね。ちょっと暇になったので、中庭地下の特徴について解説しましょう。ここには3つの扉があり、仲間に死亡者がいると、その数だけ開きます。通常エンドの RTA では、わざと1名間引き、ショートカットをしますね。あ、こちらが1名をすると、別動隊が2名を移します。扉は常に、3枚セットで開くと思ってください。さて、そのショートカットですが、本 RTA では、使えませんでした。新エンドにたどり着くには、死亡者が出てはいけませんし、CG 回収 RTA でも、死亡者がいると、お供を、とっかえひっかえできません。そしてこの1周目も、複雑な理由により、ショートカットできなかったよ。出口はもうすぐ、そして固定敵の目の前です。宮にロザリオを渡し、直ちに成仏させるのじゃこれがさまよう魂、タフで倒しにくい強敵です。しかも強炎化。霊ゆえに、発狂攻撃が通じず、非常に削りにくいのです。あ、成仏した。ロザリオ。返すわーい、出口ら。リカナさんが死んでる。やった。なんだ幻覚か。期待させやがって。
さて、この死体の山には、血まみれの剣が隠されています。一周目では貴重な武器なので、絶対に忘れては。もちろん聖次郎に持たせ、鉄パイプはゴミ箱へポイ。では今度こそ、わーい出口出して、本館に行くぞ。今日もいい天気。つくあ、親父が鍵に化けた。本館の鍵ですね。今更ですが、拾っておきましょう。また幻覚を見て、産地が減った。ほむらここで CG7 枚目。ミア本館キスです。一連のイベントの起点になっているので、出なかったら引退してね。さて本館に着いたら、まずは外に出て、板を拾ってきます。これがないと、休憩所6に入れないからね。普通は取ります。ほな戻りまろ。メガネメガネしていらっしゃるよ。顔を殴って差し上げろ。今日の甲冑は、こう見えても霊です。顔を殴っても、効果はありません。HP も500近いため、ロザリオがないなら、逃げるべきですね。ビール、ビール。あ、冷えてるか。大丈夫。チーズますよ。アイテムを預けるだけなら、寄る必要は、なかったような。あ、そうだな。アイテム整理を、はしごを回収したら、ぼちぼち、先に進みましょうか。この扉の向こうには、仲間がいたんやな、って。骸骨くんオフスオフス、面倒だから、素手の発狂攻撃なら、1万7000くらい、与えられるよ。あ、そうだ。聖次郎さん、ちょっと肉壁やろうか。ついに、親父を発見しましたぞ。しかし囚われて動けないので、先に、時計塔に行ってくれと、頼まれました。下から、ずるずると回って、北西の、下り階段に行くようですね。え、何？俺セックスしてるって。くっそわかりにくいけど、これも、仲間の死体だったんやな、って。動物最強の肉食ネズミくんオスオス。焼きごてはお好きかな？ライター、マッチ、ミヤカバイ。適当に消毒しな。あ、生産ごめん。気絶しちゃったねー。とりあえず下がっていいよ。また後でね。さまよう魂は不要だ。この辺りはただの通路ですね。ヤチカの死体が見えましたが、犯人は明白でしょう。馬味な敵をお願いします。わーい、あいねよよよして差し上げろ。虫の大群は馬味ちゃんもそう言ってた。じゃあこの音の原因、サクッと調べちゃいましょうねー。止めった。行くぞ。大腰を折るな。天下はやり直し。行くぞ。お、鍵あんじゃん。赤の鍵ゲット。本館の鍵みたいなゴミじゃない。あ、お久しぶりじゃないっすか。よし隠れるぜ。僕は先輩。何してんすか。まずいですよ。やっぱり壊れてるじゃん。まあ、1回目は見つかるもんだし、多少はね。ありがとうございます。とりあえず、西方向に逃げましょうか。隠れられる場所を探すぞ。ナイス。やりますね。あ、待ってくださいよ。大丈夫か。
っちゃけ失敗しましたよ。しじゃあぶち込む。ああまあ目の前で隠れちゃったら発見率 100% も多少はね。この区間は目的地が遠くにあるのでなるべく距離を稼ぎたいのですが、普通に隠れると逃げ切れた場合に困る上、そもそも隠れる場所も足りません。よって最初の部屋とさっきの場所でわざと2回見つかることで、この休憩所7の前で3回目確実に逃げ切れるようにしたのです。お前初めてだろ。お前いや、はい、しばらく行けよ。おー楽い楽い。赤の鍵でここを開けたら早速休憩しましょう。まずはアイテム整理、大幅な変更があるよ。ホムラは脳筋卒業、これからはタンクに専念。ミヤはマッチから有酸、動物はもういい、グロに照準を合わせろ。セイジロウの方は別に。んじゃ寝ましょ。強制塩化で、随分痛んだからね。ではチキンセーブしてから、いざ武器庫。ここは明かりをつけると、骸骨に襲う放射処理出てくるな、とかチクチクでやるぜ、有酸だ。残数が低い、真面目にぶっかけろ。いや、硫酸こぼすな、お前にぶっかけてやろうか。これで経験値95、苦しゅうないぞ。上から来るぞ。よし、右からだったわ。いい切れ味だ、デバ包丁使ってやる。そしておかえり、ボロのハンマー。冷蔵庫を開けるのは初めてですね。壊れたハサミが必要です。スプレーで中をきれいにして後でまた来ましょう。匂いが移ったのでスプレーもポイ。そして着火剤を拾い、砥石で血まみれの剣デバ包丁を研ぐぜ。最終武器の完成だ。これらは聖二郎に持たせ二刀流時にした上で、ボロのハンマーを使わせることで最大火力を引き出します。さて気になるその威力は173ダメ。なかなかやるじゃない。これなら3発で今後のどこも沈められるぜ。では暖炉に行き、さっさと明るくしましょ。聖二郎不在だとマッチがいりますが、今回は楽ですね。タフってクッソ割に合わない、カワハギ男くんオスオス。ロープだと3ターンかかる、硫酸ランダムダメにかけろ。硫酸を人に使うと、1から25%くらいまで、よだめがばらつきます。被害は増えますが、タイム短縮を狙うなら、使ってみるのもいいでしょう。ゆきちゃんさんオスオス。ナビゲートお疲れっす。暖炉に着火した後、ここに来ると、時計塔の鍵が入手できます。入手時に茶番がありますが、紙なんか必要ねえんだよ。拍手は。鍵もいいけど、クッキーもね。こっちが本命です。仮重視にした影響で、おやつが足りないんです。ぬう、今度は人形が、指差ししている。ここも、ハンマーで穴を開け、後で来ましょ。ガムは持ちきれないので、その場で食べ、肉壁の傷を塞ぐぜ。カワハギさんは強い、初見プレイでは勝てない。この先が、ゲーム中最大の難所、クロックタワーです。くっそ長く、敵が強く、塩化も多い。そしておやつはごくわずか。借り方を知らないと、配送間違いなしですぞ。これ、下着つけた方が、いいですかね。継ぎはぎは強敵ですが、一
とカツグロなので、硫酸がぐっそ効きます。出現率も高いので、ここの主食ですね。修正。あー、めんどくせえ、マジで。おいおいおい、消されるわこいつ。逆さ女は、一応グロではないので、正攻法で倒すしかありません。そして HP も500あり、聖二郎でも、3発はかかります。つまり、硫酸にターン決着を狙うなら、かなりの高乱数を、引かねばなりません。女ですと？人を見かけで判断するな、切って確かめる。あ、本館入り口のとこなので、ハンマー2発でしょうね、はい。そして強炎化なので、経験値93、うま味。時計塔では、頑張りを行い、小村レベル13を目指します。再び入り口に戻った時に、あと数匹から、達成済みになるはずです。ほんと？ぐる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 ばしていた。人食いウジ虫。スプレーは捨てましたが、グロ虫なので、硫酸も効くんだよ。時計塔は、グロの複合属性持ちが、2種類出ます。よって硫酸を持ってこれば、このように、グッソーマージ進行ができますぞ。1ターンで、経験値107とか、もはやメタルスライム。老眼鏡を探していらっしゃるよ。おでこを指さして差し上げろ。即成仏しました。おーうまいうまい。クッキー発見。ガムを塗ってから、お酢いただきます。だから一定つってんじゃねえかよ。持ち主がお怒りだるるを。まあ所詮はグロだし、ぶっかけ、ぶっかけ。工事完了です。もうすぐ目的地なので、影を歩いて、敵を多めに出しましょうか。帰りは火ダメが増えるので、息に多く、戦闘したいですね。これで、ホムラレベル12、あと15戦くらいですかね。さて最上階の最奥ですが、まず油、板は回収するとして、アイテム整理の都合上、ここでロープを置いていくことにします。代わりに持つのは人形、これは使うと大ダメージで。では少し戻って、機械に油を刺すぞ。親父がなぜ、時計塔に行けと言ったかというと、ここの機械と、本館の開かずの扉3つが、連動しているからなのです。じゃ帰りましょ。休憩所7まで、8倍速で。行くぞ！油入手を、出口に着くまで、11戦しましたが、おやつが足りず、ホムラが1回気絶しました。帰りはきついのう、安。8分ぶりに戻ってきました。セーブして、外に。出ますよ。聖二郎、ハート2か。ちょっと前出ろ。あ、まだ敵出るのか。先に人形を使っておけば、面倒は、全くなかったですね。セーブポイントも直前ですし、ここは攻めていくべきでしょう。ところで、俺の金玉を見てくれ。こいつをどう思う？すごく、大きいです。なんだなんだよ、お前ら。修正不要兄貴オスオス、ホムラが噛まれました。まあそれは置いておいて。宮をかばうため、ホムラにクッキー。これで準備は万全。どこかに適当に隠れて、発見してもらうぞ。台所でいいや。邪魔します。ここは
僕は。あれだ。聖二郎、靴紐がほどけてしまった。少し時間を稼いでくれ。大丈夫だ、大丈夫だ。平気平気。あとワンパン、鋭いのを。お願いします、先生した。お前らに情けないか、ここ恥ずかしくないの。ごめん。じゃあ、よろしくお願いします。かろうじて逃げられましたが、聖二郎が崖っぷちになりました。ハート残り1の自暴自棄になると、次は本当に死んでしまいますぞ。さらには、後半イベントの多くが自暴自棄で発生するようになるという。だから、歩きながら調整が必要だったんですね。まるで RTA みたいだ。あのさ、もうバックはいいから、ヘラやってもらってさ、終わりでいいんじゃない？ここらは、3カ所目が遠いんだよな。板があれば、トイレに行けるんですが。アイテム枠の関係上、倉庫に入れちまったんだよ。プラン G で行くぞ。開けたばかりの、子供部屋の、ベッドに潜り込むのじゃ。ここの M グレムファンタジーの攻略本は、買って自分で読んでね。一回見つかるたびに、1分前後のロスなのですが、RTA 終盤のエンディング周回に比べれば、誤差だよ誤差、大差ねえよ。さて、噛まれて倒れた、ホムラくん、夢見心地です。早く来てと言われても、この先には、あれがあるんだよな。謎のビデオ発見。すぐ再生しなきゃ。お、デッキあるじゃーん。どんなホモビデオかな？爆笑や。爆笑や。さあ、その内容とは。ここで CG8 枚目。映せるわけないだろ。いい加減にしろ、です。ホモドーンって呼ばれてても、やっぱり、のんけ向けなんだな。って。さあ再開です。あと少しでクリアだよ。おや、ミアが大事なものを落としてしまったようですね。そうしなくていいから。じゃあ先に寝るね。いいか、ミア失踪、ヒロイン不在とかしたアバデキシュージェ、出会え。オーリかなよ、言っていたか、帰れや。サル。じゃもっかいね。次はねえからなぁ。起きた直後のデータをロード、外に出て、戻って聖二郎と寝る？起きたら日記をチェック。さすれば、増員イベントが発生します。吉平よ、生きていたか。滅びよ！ここはお前の住む世界ではない。ヒロインも気違いも初太もいらない。欲しいのは、ただただビッチ。三度目の正直。つまり二回までは、嘘をついてもいい？ついに焼き勝った。ちなみに、すでに自暴自棄です。別動隊を助けなかったからね。焼き化が加わったところで、最初の仕事を、してもらいましょう。うまいんだろ？ほらしゃぶれよ。俺たちのよ。見張り間違えた。聖二郎と休むよ。昨日おっしゃっていいから。男が二人、女が一人、自暴自棄。何も起きないはずがなく。ここで CG9 枚目。ヤシカさんと、自暴自棄と化したパーティー。あ、この手のイベントは、見た後、直近のデータをロードします。全部なかったことになるので、気兼ねなく襲えるね。さて本編ですが、西館の鍵を、ヤチカが持ってきたので、3つの鍵を合体させ、打天使の鍵をゲットだ、後で使うよ。それから、もう少しだけ狩る準備をして、板も持って、と。セーブして寝てから、トイレに板をかけて、声だめを歩きに今回はここまでです。
ご視聴ありがとうございました。1時間で CG9 枚とか冗談でしょ RTA。第3部始まるよ。前回、宮が行方不明になり、代わりに谷地下を補充しました。今回はまず、トイレ地下に駆け込み、うんうんを拾ってくるよ。ここの板は、用途不明です。誰か教えチクリー。誰かいる。さっきから、はっきり音がすんだね。わお。いいよ、来いよ。うめえ、うめえ、うめえ。発狂男は、ゲーム中最強の一角です。しかし悲しいかな。グロっぽい外見のせいで、よっとけるんです、これが。発狂男を倒した場合のみ、クソ溜りに、降りていけます。あ、これがおそらく最強の、奇妙な影です。ロザリオなしで戦ったら、なんもいいことないですね。そしてやっと、ホムラレベル13。雑魚戦は、これが目的のブツ、父さんのパイプカットです。プロローグで、落としたらしいっすよ。これを届けてやると、ぐっそ便利な、アイテムがもらえますぜ。さて次は、ドリンク3本の回収です。まずは台所へ。冷蔵庫から出しっぱなしの2本。お願いします。次は、隠し部屋に参ります。これらのドリンクは、遠い遠い将来、好感度稼ぎに利用されます。ではぼちぼち、行方不明の宮でも、探しますかね。この先にいそう、はっきりお勘が走ったんだね。ここで CG10 枚目。みたいですね。そして CG11 枚目。おめでとうございます。ホムラ壊れる。これはもう、元には戻れませんね。現実を受け入れられず、自暴自棄か。そして、宮の蘇生方法を、探し始めます。それはバッドエンド直行コースだって。一番言わせるかな。それはさておき、次の準備をしましょう。打天使の鍵、パイプかな。三人とも自暴自棄とか、こいつはひでえパーティーだぜ。探索再開です。まずは、館の主の部屋へ。打天使の鍵で棚を開け、秘密の箱を入手します。これを手に入れておくと、次週以降、ハーレムルートへの分岐ができるよ。そして最後に、終盤のお助けアイテム、魔除けを回収。今後は、新年深だった緑の床も、スイスイと歩けますぜ。これはつまり、緑に浮いてた親父の部屋に、入れるようになったってこったー。他に行くところもないし、早速会いに行きましょう。あ、このルートでは、島さんは永眠中です。イベント自体ありませんぜ。おお親父、世間話はいらねえ。ネクロのみかんはどこにある？この先にあるそうですが、二人でないといけないので、好感度が高い方だけ連れて行きます。今回は、聖二郎ですね。では忘れずに、彫像を出しまして。いざ鎌倉。で、ここでは、そんな僕らでも、今は食べたことないという極上の料理を提供していると聞いたから。では早速。一回に申請してみましょうかね。フングルイ、ムグルーナフ、ミア、アバドーン、ウガフナグル、フタグン。お、どこじゃどこじゃ？僕は何をすればいいの？殺せ、殺せ、殺せ、殺せ。神のお告げが聞こえた。道がはっきり示されたんだね。グルエ、グルエ、早く、グルエ。誰ですか？知恵ますよ。聖二郎さん、あそこ行きますよ。任務の人たち、殺せ、
早く、殺せ、すべてを、殺せ、イカラク。工事完了です。まずは一人、さっきも、読みましたよ。ネクロのみかんくん、オスオス。ずいぶんと、久しぶりっす。父さんのパイプカット、親父に返してねー。ふざけるなー。純然たる2分のロス、なんで本番でいつもミスるのー。おいじじい、ふざけるな。お前も生贄にしてやろうか。この不快の王子たる穂村様なら、いつでも剥製にしてやれるんだぞ。あ、父さん、パイプ拾ってきたよ。ラブテストもらうね。うん、ありがとうね。きちんとセーブ分けておけば、なんとかなったのに。いくぜー新曲ダイナモ三角ダイナモ三角よっ DJ DJ よっよっというお話だったのさ。2分50秒のロスです。おお、シリアスな雰囲気だったのに一気に平常運転だよ。この RTA 最大の敵はアイテム回収忘れ、イベント条件忘れなんだよな。戦闘だのラスボス戦だのは、みんな、手法が確立されましたぜ。お待たせ。みかんを呼んでもらってもいいかな？危ないことはしないから、パパッとやってちょうだい。アラケスが深くに眠らう。深き闇を、振り払え、その、真の姿を、我の前に示せ。ここは誰？私はいつ？プロローグで、こんなところを歩いたような。女だ、隠れろ。うわぁ、これは殺人事件ですね。落とされたのは雪かな、たまげたなぁ。それを目撃した穂村は、どうなったんでしょうね。さて戻ってきましたが、生贄が、一人いませんね。ドリンク2本をしまったら、早速借りに行かなくちゃ。ここが1周目のラスダン、不快の入り口です。そうだよ。単なる通路ですね。ビッチビッチヤッチヤッチ、ランランラン。今すぐ加工してあげるね。ヤチカを、殺せば、ミアは、生き返るぞ。殉教者には、抵抗こそふさわしい。狂え、狂え、早く、狂え。じゃあ、死のうか。ラスボス撃破です。やったね。お前は生かしてやると言ったがな。いや言ってないわ。逃げとなれ。これで逃げ3匹。さあ蘇生開始だ。ささやき、霊障、祈り、念じろ。おお、ミアよ。よくぞ戻ってきた。灰にならなくてよかった。というわけで、ホモドーン RTA1 周目、やっと終わったよママン。エンディングは俗に言う、ミアゾンビエンドですね。めでたしめでたし。このエンドは、後半イベントなし、ボス不在など、1周目に適していると考えられます。もし通常エンドに向かっても、好感度が80ないと、エンディング CG が、増えませんからね。周回アイテム入手、イベント開放を早めるため、多分これが、一番良さげだと思います。さて今のうちに、今後の方針について、お話しします。もうすべての雑魚、大半のアイテム、東館ルートのイベントは、見てしまったので、一度見たもの、くっそ似たようなものは、超くっそガンガン、飛ばしていきます。一周目で80分、CG11 枚とか、完走できるわけないだろ。ふざけんな！二周目以降は、本来の目的である、CG 取得についての、解説をメインとして、平均32倍速くらいで、進めたいと思います。無理無理無理、埋めない！あ、ぼちぼち、スタックロールが終わりますね。最後の CG を見て、データをセーブしたら、やっと1周目が終わります。
ここで CG12 枚目。ミアゾンビエンド。やったー。あ、今度はキャスト紹介がありました。これも長いんだよなー。ちなみに、どのエンディングを迎えたかによって、キャストが結構変わります。有名なのは、キャシー田所だったのが、キャシー水石になるやつですね。なおキャスト後半は、道端のホモビデオ要員、ノンケビデオ要員たちです。紹介する気はありません。自分で買ってプレイして RTA して、どうぞ。俺だよ。爆笑や。クリアデータをセーブしたら、早速、2周目を始めましょう。さて、2周目を始める前に、クリア特典として、身分証と、谷地下殺害行為手当の剣、ハーレム箱が、手に入りました。まあ今使うのは、剣くらいです。身分証は不要ですね。さあ今年も、ドラフト指名1巡目が、近づいてまいりました。コモドーの RTA2 周目の、主役となるのは、もちろんお前だ、キッペイ。うちに来て、妹とフワックしていい。では未完入手まで、さっさと進めましょ。ここの未完入手イベントは、男でももちろん、CG があります。ここで CG13 枚目。キッペイはセーフ。さあ戻ってきたところで、ドラフト2巡目を、指名します。当然聖二郎です。お前にしか頼めないんだ。東館ルートは、短いからね。長い西館ルートは、3周目以降にします。自由時間ではまず、アイテム整理をします。ヘアピンがないので、小さな鍵を持ち、ゴミを預けましょっと。また操るいですが、好感度稼ぎように、しっかり回収していきます。ここからゲーム内9分ほど、大して変わらないので、8倍速でお送りします。この間に、1周目と2周目の大きな違いについて、解説しましょう。まずは、塩化率ですね。これは戦闘のレベルに依存するので、中には地下あたりまで、敵はほとんど出ません。引き継ぎ最高。次は、キッペイの存在ですね。こいつはすげえ、有能キャラであり。男並みの腕力と耐久性で、弱点属性は一つ。そしてなんといっても、6本の腕を持っています。キッペイがいれば、戦闘は楽ちんちん、アイテム管理も、不要だになるので、初見プレイで自信がないなら、加えるのが、おすすめらしいっすよ。さて本編ですが、ぼちぼち池方面です。醸造入手時に、キッペイ CG があるので、そのあたりで、等速に戻しましょう。これはチキンセーブです。ではまず、双眼鏡を取りに行きます。ここまでは同じですね。双眼鏡を取ったら、また小屋に戻り、今度こそセーブを開けましょう。手を握ると、好感度プラス1、よってキッペイはホモ。何より、この後のショーイベントを見れば、はっきりわかるでしょう。ここで CG14 枚目。キッペイだから、まだセーフ。徐々に近づいていってる、はっきり確認できんだね。じゃ小島に行って、醸造を、拾ってきましょうか。醸造入手時、キッペイ好感度30以上で、次の CG が見れます。2周目では、後半イベントの関係上、別途温存しないといけないので、双眼鏡を取りセーブを、ドリンクとペットボトルで、好感度を稼いだわけですね。おい、ゴリラ！ゴリラ！言ってることと、全然違うじゃねえか。双眼鏡を取って使って、戻ってセーブするんだルルを。まったく、えらい目に遭いました。90秒のロスですね。
気を取り直して、さあ今度こそ、吉平好感度稼ぎです。人形、ドリンク3本、ビスケットを準備して、いざ一気。吉平が発狂した、さあこれを。吉平治った、さあ来るへ。吉平が発狂した、さあこれを。これがホモドーン名物、狂ったり治ったりしろです。人形を使うと、起動中でも、ダメージを稼げるので。使って発狂を、おやつを食べることで、いくらでも好感度が稼げるのです。今回は、ペットボトル3回、ドリンク3本、ビスケット1個で、好感度26を稼ぎました。では彫像を入手して、ホムラが倒れ、目覚めるところまで。来ましたよ、デク。ここで CG15 枚目。しっかりしろよ、頑張れよ。を見たところで、なかったことに、いたしとうござりまする。CG を見た時点で、登録は完了されるからね。場合によってはリセットです。次に行うことは、聖二郎復帰後の、セーブ分岐です。別動隊どものせいで、くっそ面倒な、CG 回収の旅が始まるよ。申し訳程度のアイテム整理を、セーブをしましょう。剣は、ここでやっと出番です。固定敵を、どつくためですね。では本館入り口に向かって、いざ鎌倉。この行動のポイントは、別動隊を助けないこと。その別動隊が、女3人ということです。女3人、全員自暴自棄、レズ1名、何も起きないはずもなく。ここで CG16 枚目、レズ 3P、生きる気ゼロとかした、メスパーティー。を見たところで、東館、出発前に戻ります。メスどもが自暴自棄だと、絶望的な、悪影響があるからね。ではその、別動隊自暴自棄化を、阻止するため、合流イベントに参加して、ゴミと生ゴミを、くれてやりましょう。合流イベントでは、別動隊から、武器一つ、おやつ一つを要求されます。どちらも渡すと、ハート減少なし。片方を渡すと、全員ハート1減少。そして、拒否やイベントガン無視では、ハート2、減少かつ、自暴自棄化します。なお今回は、自暴自棄化だけ回避したいので、一つだけあげましたとさ。さて本編ですが、時計塔クリア後まで、すっ飛ばしております。注意点としては、時計塔クリア後までに、お供のハートが2個になるよう、調整しましょう。吉平が、微妙に耐え上がったので、外で仕上げを行います。セーブも開けたし、新チャートも試したいし、もう一気に、仕上げてもいっか。行くぞ！それでは、人形とザコを使って、お供2名を、自暴自棄に追い込みます。3周目以降なら、こんな作業、いらないんですけどねー。あかん、死ぬ。すぐ休憩しなきゃ。同じようなパターンを、さっき見た気がするのですが、それは。ここで CG17 枚目。ホモ 3P、こっちもダメだったよ、オスパーティー。あ、ホモスイッチオンじゃないと、見れないから、注意しましょうね。さて再開です。魔除け入手までは、前回と同じですね。しかし、普通ルート進行なので、ついに、彼の出番が来ますよ。またんかい！待ちかねたぞ！島さんオスオス。ちぎられた首は、ちゃんと繋がったんですか？魔除け入手を、3人パーティーでここらを通ると、漏れなく、島さんに捕まります。すると、好感度の高い方が、さらわれるので、すぐ追いかけましょうねー。万が一間に合わないと、
男女問わず、両極章が始まるよ。間に合った。けど鍵がない。探してくるぞ。吉平ごめん。鍵見つからなかったわ。ここで CG18 枚目。吉平両極、穴ならなんでもいい島さん。あ、両極後は殺されます。邪剣リセットしましょうねー。さて、吉平が片付いたので、次は。聖二郎に、人形とペットボトルを使い、好感度を上げることで。次は聖二郎が、さらわれるようにします。それだけじゃ済まないけどね。またんかい！待ちかねたぞ！ほな行きまろか。うん、ちゃんと、聖二郎を狙ってますね。ちなみに島さんは、男よりも女、女ではリカナを、優先的にさらっていきます。一番！三人パーティーも前提になるので、男をさらわせるには、この組み合わせしかありませんぜ。おっと、吉平が気絶しました。ごめんねー。おい本気で殴るな。あとは流れだろ。約束は守れ。お危ない危ない。そして吉平、まだハートにもあり上がる。とりあえず、自暴自棄化するまでは、人形と雑魚戦で、進めましょう。自暴自棄化すると、毒や発狂が無効になり、人形も効かなくなるので、仕上げは、雑魚に任せるしかありません。おーロスイロスイ。雑魚さんいらっしゃい。今だけ大サービス、吉平の殴り放題だよ。7割パンチきた。鍛えてないと、これが普通だよ。ガン逃げちゃう後だと、常にこれに、悩まされるんだよな。あ、鍛えたホムラでかばえば、耳クソみたいな火種です、はい。吉平お疲れ、先に行ってな。かわいいな、大地くん。お邪魔する、ハードホモ SM が見れるのはここ開店前か。待ちきれないよ。早く見せてくれ。ここで CG19 枚目。生産はおしゃぶり上手。聖二郎はいつだって、しゃぶらされる側、掘られる側なんだよな。やあ！ウズキ死んだ。ウズキ死んじゃったよ。吉平が倒れ、聖二郎もやられた今、頼れるのは己のみ。来いよ島、また首を引きちぎり。今度こそ成仏させてやんよ。誰か助けて。誰か助けて。勝てませんでした。こんなホモに力で負けたということは、ここで CG20 枚目。ホムラ両極、ホモドーンとかしたアバドーン。そしてホムラも打つ。ホモの時間は終わりだ。次はこちらが、蹂躙してくれる。またんかい！待ちかねたぞ！待ちかねた！のはこっちじゃい。よくも全員掘ってくれたな。貴様を3ターンで葬り去り、新エンドルートへの、架け橋にしてくれるわ。さて鉄格子の鍵ですが、すぐそこにあります。島との戦闘準備もしてから、さっさと向かいましょう。ちなみにこの鍵は、隠し武器の、砲弾を取るのにも使えますが、ブッチャーで十分なので、誰も取らないですねー。お待たせ。歩いてしまった。シマさん、完全に。痛いみたいですね。まず、あんまり近いからね。しょうがないね。握手だよ。大さっきはよくもやってくれたな。デロンデロンに溶かしてやるぜ。島さんは、まともに殴り合おうとすると、結構面倒な相手です。しかし耐久面では、硫酸で300ダメージ入るので、簡単に削れますし。攻撃面では、さらった相手を付け狙うので、かばえば火ダメ激減。つまり、慣れれば。じ
じゃあ一旦セーブしましょう。お、ビデオテープいいやんじゃん。後でネットに見よう。さあ続けて、大ボス戦の呪今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ホモがドーンと去っていった RTA、第4部始まるよ。前回、島さんに襲われまくりましたが、みんな元気そうですね。今回はここ、島ランドの休憩所にて、大ボスと戦うところからです。このボス戦ですが、弱点などはなく、純然たる、殴り合いになるので。全員、剣と研ぎ包丁で武装し、おやつもガンガン食べて回復。また注意点として、必ずホムラに、彫像を持たせておきます。これを忘れると、ダメージが通りません。イレーサー99かな？アクションだよ。うわ、サバじゃねえか。いざ鎌倉。出ますよ。なんでどうやって出してるか。おいねえな。おや、カーソル君の様子が。ホムラと吉平の、恐怖値が低すぎる。もっと追い込まなきゃ。さあ新チャートの見せどころです。一歩待ってくださいよ。ミスが多すぎるんだよ。今一番言われてるから。ジェンラの姉さんに襲われて、3人ともビンビンに感じまくってます。さて以前のチャートでは、ここで1名ずつハート0まで減らしていたのですが、ハート1から死亡までがくっそ長く、かなりの手間がかかっていました。対して新チャートでは、いきなり全滅することで、ハート残数の影響を受けません。最後に死んだ男の CG が見れるからね。全滅3回のが早いぜ。かわいいな、大地くん。不要だ。ここで CG21 枚目、ウルトラマンだって、死ぬときは射精するんだよ。さて、次は吉平にしましょうか。長生きさせるため、回復して、ケツに置きましょう。不要だ。知らない。ここで CG22 枚目、足こきだって、死ぬときは射精するんだよ。さあ、最後は聖二郎です。襲われるのは、慣れてるでしょ。かわいいな、大地くん。あれ？ちゃんと最後に死んだよね。あれ？ RTA レイプ。不完全理論だった。新チャート。やべえやべえ。どうする？今さら旧チャートに戻せないぞ。ここからハート数の調整なんて、何もかも台無しじゃないか。仕方ありません。聖二郎 CG を引くまで、リトライしましょう。この新チャートを提案したのは誰だ？かわいいな、大地くん。できるじゃない。ここで CG23 枚目、副上司だって、死ぬときは射精するんだよ。いやー、ひどいロスでしたね。CG3 枚回収に、6分半もかかりました。さて本番です。今度こそ、ぶちのめしてやるぜ。しかし決戦のバトルフィールドは、ここではありません。まずは誘導だ。吉平、聖二郎、奴を、姉の部屋で倒すぞ。突っ込め。突っ込めって言ってんの。ここが姉ちゃんの墓場だぜ。1ターン目、彫像を使って、奴の無敵結界を破れ。あとは聖二郎が攻撃、ホムラがかばう。それだけで勝ち。どうしてくれんのこれ。深い。やめたらこの仕事。いい加減、嫌になってきましたが、感想が大事だからね。金で暴力セックスとかに。にすれば、問題なかったんや。無事に1ターン目をしのいだので、勝利確定です。聖二郎が、200ダメ出してるので、おっと早くも、ゲーム中最強の全体攻撃。
絶望の見込みだー。これに当たると、なんと攻撃力が1、2。ホムラと吉平4つ。まあ、ホムラはかばうだけですし、削り役の聖二郎は、守られています。倒せはしましたが、そこは恐怖の存在。当然の権利のように、復活します。カーソルくん帰って。そして部屋を出入りすると、宝石の鍵が、早速使うぜ。ここまで誘導したのは、宝石箱を、すぐ開けるためだったんですね。大胆な家具移動は、綾小路邸の特権かな？家具移動後は、忘れずに壁を、子供部屋と、姉の部屋をつなげることで、新エンドへのフラグが立つよ。なお一周目では、宝石の鍵が解けます。新エンドにはいけませんぜ。戻ってきたところで、本格的エンディング CG の回収が始まるよ。ゴミを預け、セーブを開け、準備をしまして。まずは吉平、お前だ。お前のことが好きだったんだ。じゃけん早速、ラブテストで調べましょうね。好感度。こんなんじゃ勝利になんないよ。まあ、一緒に休憩すると、プラス10、それがあと7回可能なので。おやつで保管しなくても、条件の好感度80は、達成できますね。なお、戦闘で気絶するたび、好感度マイナス5です。それにより、好感度が不足していたら、人形と、ペットボトルの出番ですね。ここで CG24 枚目、ジコジコ言ってんじゃねえよ、ホモのくせによ。休憩するだけでいい CG は、楽でいいのー、安。では休憩7回目まで終わらせて、親父に、会いに行きましょう。あ、吉平が先頭だった。レベル5だと。パパに怒られちゃうだろ。ホムラを先頭にして、フロア移動して、点火係数を戻さなきゃ。でもこんな距離なら、走ればいいと思った。あ、ビデオテープ D だ。もらっていくぜ。とても面白そうなので、後で、まとめてみましょうか。よく見たら、親父の部屋にも、ビデオテープ A がありますね。こいつも拾っていって、主の部屋のデッキで、名作洋画鑑賞会と行くぞー。主の部屋に、行くと言ったがな、あれは、そうだよ。先に子供部屋に行き、赤い本を拾っていくよ。この本を、本棚の隙間に入れると、隠し部屋が現れるという。館を設計したのは、ジョージ・トレグアーか何か？こんなに手の込んだ、部屋にあったものは、ビデオテープ C です。ビデオが、4本も集まっちゃったら、面白さも4倍だな。では1本目、シャークネードから見るぞ。全米が騒然としたらしい。内容はわからなかったよ。気を取り直して、次は、シャークネード2を見るぞ。全米が熱狂したらしい。画面すら映らなかったよ。ちょっと辛くなってきたけど、シャークネード3を見よう。ちょっと待って。見た限り、同じじゃない？もう十分堪能したから、シャークネード4で、終わりにしよう。上映会は、終わり！
と本編を進めましょう。吉平を連れて、銅像を取りに行くぞ。そういえば、不快での本来の流れ、まだ見たことなかったですね。ここには、好感度の一番高いお友か、教授が連れてこられ、お友か雪か、生贄を選べと言われ、どちらもペチペチ殴られます。そして結局、雪が生贄となり、ひしゃげて終了ですね。ちなみに、教授が連行されるパターンは、お友同士が恋人の場合です。誰もついてきてくれないからね。さあやっと着きました。最終分岐のある、過去の子供部屋に。まずはセーブして、操作ミスに備え。ベッドに突撃だ。ここで CG29 枚目。続けて30枚目。宮が泣いてる、はっきり予想つくんだね。焼き替われずだから別に。吉平恋人 CG、回収ゼリ。では続けて、新エンドルート条件である、姉の部屋に行くぞ。宝石箱が復活しているので、再び開けると、意味深な日記が。あらいらっしゃい。ご沙汰じゃないですか。そこに現れたのは、恐怖の存在さん。ちょっと顔色が白いね。あ、やっぱ正常運転でした。逃げるぞ。ここで分かったのは、恐怖の存在が、ホムラの姉であるということ。妹がいたのですが、姉に始末されてしまったことです。ユッキのことですね。まあそんなことは置いておいて、ボス戦の準備をして、戻るぞ。親父がプカプカしていなければ、新エンドルート、間違いなし。代わりに、島さんっぽいのがいらっしゃるよ。日変にして差し上げろ。さて金田ですが、東館ルートだと、出番がなかったですね。ようやくすると、島と敵との学生です。触手に食われました。なお特徴は、島さんと同じです。硫酸につけて、終わり。金田の恋人の、話とかいいから、CG も用意するなよ。絶対だぞ。そしてたどり着いたのは、不快の深淵への入り口、奈落です多分。転がっていた、聖二郎と合流してから、ラス弾に備えて、準備を整えましょう。まずラス弾で必要なのは、まさかの人形です。人形以外、何もいらないとも言っていい。つまりはそういうことです。行くぞ！この肉感のあるラス弾は、スイートホームを参考にしたのかな？ラス弾でやるべきことは、レアアイテム、2個の回収と、お供2匹のハートを、残り1つまで削ることです。大コントは見逃さねえぞ。では、いざ鎌倉。マスコット候補その1、肉団子くんオスオス、じゃあね。マスコット候補その2、犬虫くんオスオス、さいなら。一番可愛いのは、あの2匹だって、2チャンスレに書いてあったよ。レアアイテム1個目は、隠れていて見えない、ゴールドキーです。これを持ってクリアすると、次の週の最初に、いい武器がもらえますぜ。なおチャートを突き詰めた結果、どう考えても、いらない気がしました。ちゃんちゃん。次のレアアイテムは、こっち。お、聖二郎がお釣り、やっと自暴自棄ですね。ここにあるのは電動、つまりは電動ドライバーです。人属性を持つものなら、雑魚でもボスでも、
高確率で即死させるよ。これもまあカットしてもいいのですが、人型の固定敵は多いし、1分弱で回収できるし、細けいことはいいんだよ。先生がビンビンでいらっしゃるよ。クライズ差し上げろ。まだハート2ですね。まあ、やだやだ、やるじゃないか。キッペイのハートは、女並みでもよかったと思います。頑強すぎー。わーいでぐちら。さあ、いよいよラスボス前です。入念な準備をしましょう。電動よし、おやつなし、自暴自棄。行くぞ！クオクオア。この程度の背景ではバンされない。はっきり見切ってんだね。不快の最奥にいたのは、いつもの親父。そして、雪ですね。たまげたな。ホムラを驚かせようと、何か、作ってくれたらしいっすよ。さっきのはミアで、ああ、こっちはリカナですか。なんだこれは。たまげそうだ。でも、ただの肉塊だからね。偽物かもしれない。本人を見せない限り、こっちはたまげない。ヤッチさんオフスオフス。全員捕まってたのか。たまげたなー。まだ改造されてないのかな。まあそんなわけないよね。生命レイプ、化け物とかしたやっち。こうなったらもう戻れないでしょう。頑張るな。ケン、乗りましょう。ユキちゃん、いやユキ、お前の仕業だったのか。ここからはユキ VS、みかんを持った教授の、エキストラマッチとなります。恐怖の存在や、食指程度なら、みかんで倒すこともできたのですが、不快の王女たる、ユキには、これっぽっちも効いてませんね。ステージにもならない戦力とか。お前ら情けないか、結構恥ずかしくないの。おや、教授の様子が、うわぁ。これは間宮一郎リスペクトですね。片腕で済んでよかったね。余興は終わりだ。行くぞこら。バカ野郎お前、俺は勝つぞお前。さあラスボス戦です。前半は、ターン経過で終了します。特にやることはないので、右手はエレンだ。左手は鼻くそでもほじっててね。ちなみに、雪が何と言っているか、要約すると。はよ思い出せ。あの全裸地女は、水木姉貴よ。エムブレムファンタジー攻略本からは、高感度システムを取り入れた。二人揃ったら、そこの扉が開けられるから、ママに会える。あ、親父はおかしくなったから入院させた。です。最後だけおかしいよな。これがアバドーン、新エンドルートのラスボス、不快の王女です。全体攻撃、瞬時に致命的な打撃とかスライブなど、いやらしい技が多いよ。対して、こちらはボロボロです。I'll kill you. もっとここで、聖二郎を指名。しのがないと引き肉だ。ホムラがかばうことで、聖二郎は生き延びました。雪には、双子の兄、であるホムラが必要なので、手を止めてくれるんですね。なお、新ラスボス戦に限って、無限に自己回復ができるので、ひたすら回復、カバーを行えば、送ることは、ほとんどありません。まあ結構な頻度で、アイブが、飛んでくるんですけどね。早速来ました、極太の指を喉まで突っ込まれ、ブリブリされる攻撃。これを食らうと、恐怖値 99% 増加。一瞬で送るよ。ハートがあれば、気絶しても起き上がるのですが、さすがに自暴自棄だと死にます。ではなぜリスクを犯して、自暴自棄化させてきたのか、それは、
お供が自暴自棄だと、即死非棄肉攻撃が、早い段階で、発生することがあるのです。自己ベストだと、3ターンくらいで終わったこともあるよ。普通に削るならば、硫酸を持ち込んで、ぶっかけまくるのですが、HP を減らすだけでは倒せないので、対地では、自暴自棄のが早いですね。ぶっちゃけ、HP という設定があるのかさえ、よくわかっていません。どうしてくれんだよ。余談ですが、ここで戦没者が出ると、バッドエンド直行です。2名オツで CG 付き、1名オツだと、フェアモブが出るエンドです。詳しく知りたい人は、バーニングファイトを買ってね。ナイスチョイス。I'll kill you! ここでやっと、吉平を5指名です。ちょっと遅かったんちゃう？即死攻撃を2回かばうと、ラスボス戦は終了です。あくまで仲間をかばうホムラに、雪は投げやりムードに。もう、と言いつつ、一人で扉を開けようとします。しかしここで、予想外の事実が。雪の兄は、ホムラではなく、実は親父だったんだよ。二人は早速扉を開け、向こう側に行き、すべてを終わらせようとします。痛いですね、心は痛い。力のない、お兄ちゃんなんて、雪の、お兄ちゃんじゃない。おやじ、死にましたー。聖次郎、死にましたー。そして吉平も捕まり、握手だよ。ああ、騒がねえぞ。やれば貸していただけるんですか。ああ、こんなに。いやー、死にましたー。万事休すというか全員死亡。ここでホムラが取った行動は、お疲れ様でした。ホモドーン RTA2 周目、これにてかん。最後に何が起きたのか、簡単に説明しますと。まず、雪が待っていた兄とは、うちの親父です。親父は、土壇場で記憶を取り戻し、不快の王子として、扉を開けようとします。年齢がくっそ違うのは、下手すりゃ50年近く、過去にぶっ飛んでいたからですね。しかし親父の力は、なぜか失われていて、扉が開かずにユキちゃん激怒。全員ひき肉にされたところで、ホムラがブチ切れ、力を発動したわけですね。つまり、不快の王子としての力は、ホムラに移っていたようです。不快の双子が揃ったことで、ついに、扉が開かれて、ホムラの望みが叶えられ、時間がひたすら、巻き戻されております。この調子でいけば、すべて、なかったことになるな。さてこのエンディング、あと5分もありますので、今のうちに、今後の予定について、ざっとお話ししましょう。まず残るルートは、雪エンド、そして本来は最初のはずの、通常エンドです。雪エンドは、3周目以降からなので、次から選べますね。そして、各種エンドと、CG 回収の、関係性なのですが。まず新エンドは、最低8回見ないといけません。こっちの事情も考えてよ。恋人の有無と、誰が恋人かで、新エンドの CG が変わるからね。しょうがないね。毎回、最初からやり直す必要こそありませんが、最低3回は、初めからです。しかし、この CG 回収 RTA、最大の問題児は、そこではありません。最大の問題とは、お供同士のカップリング CG だったのです。お供が5人、そこから2人を選ぶので、パターンは10通り。一応の救済措置として、別動態カップルというものがあり、ホムラに恋人がいる状態で、クリアすると、別動態にも、カップルが一組誕生します。これをうまく利用できれば、
いちいちクリアしなくても、CG は埋められるよ。しかし問題もあり、別動隊カップルは、組み合わせがランダムです。また、お供の補充を行うと、当然発生しません。別動隊がないからね。つまり今後は、各種新エンドを埋めながら、ランダム別動隊、カップル CG 埋めが始まります。そして、ランダムで埋まらなかった部分は、手動で、埋めようね。お、開いてんじゃん。なんて、言うと思う？物語は、まだ、終わらないよ。よくわからんが、雪が反省してないのはわかった。お、来たるわ。ん？これが本当のまま？若いけど、乳が垂れてましたね。おや、もうお集まりでしたか。というか、いつ帰ってますな。ちなみに全員、記憶は残ったままです。時間だけ、巻き戻されました。イベント内容によっては、それ、かなりまずいのでは。さて、脱出後の話ですが、金田 CG と、島さんの CG は、毎回出てきて、大変鬱陶しいと思う。嘘みたいだろ？これパッチで追加されたんだぜ。お、別動隊カップル CG は、宮谷千佳ですね。やめなさい、おいやめろ。小村吉平、カップル CG です。といったところで、2週目の1週目、CG 回収が完了しました。2時間40分で、42枚。随分とペースが上がりましたね。やっぱり、1週目で稼ぎを完了すると、進行が早くなるな。先輩、僕、トマトが舐め出しましたよ。これ好きなんですね。もっと下使って、下使ってほら。キャスト紹介なんて8倍速で上等だルルを。さっきから、スターソルジャーの発射音みたいな、音を立てていたのは、入院中の、綾小路おじさんでした。やっぱり壊れてるじゃん。Hey, come on in. Close the door. ではクリアデータをセーブしたら、2週目の2週目を今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ノンケドン RTA、第5部始まるよ、ホモスイッチ。前回、吉平を恋人に仕立て上げて、新エンドルートをクリアしました。今回は、ノンケインドの CG 回収のため、全く同じ作業を、繰り返すよ。来たなこら、速攻でアイルキルユーさせてやるぞこら。I'll kill you! 早い。一発目は最速で、吉平殺す宣言だ。2ターン目はカバウだけで終わるので、3ターン目で再度。やります。再生した。チッ、バーカバーカ。お前の母ちゃん、恐怖の存在。義理の姉かつ、本当の母親とか、安いフランス書院かよ。I'll kill you! なんだかんだで、6ターン目で終了しそうです。これでもくっそ早いな。ここからエンドエマエまでは、すっ飛ばしてお送りします。ちなみに、すでに新エンドのエピローグ一式を、見た後セーブしたので、時間の、巻き戻し部分だけは、カットが可能となっております。なお、別動隊カップルは同じです。乱数が変わってないからね。欲しいのはこれ、削除対策版、友達エンドです。吉平。でも帰っていいよ。聖次郎。お前のことが好きだったんだ。では前回と同じく、ベッド休憩7連打と、しけ込みましょう。おっと危ない、ホモスイッチ。ホモスイッチオフでしか見られない、CG のある場所は、男3人が絡んだ、カップルエンドのみです。つまりたったの3枚。よって、基本はジョージオンです。オフだと、特大ロスもあるよ。ふむ、
聖二郎の好感度は、あとベッド6階でも、80には届かない、と。つまり、ボトル人形、2階で足りるな。と言いながら3回するのはやめろ。おっと、休憩4回目でしたね。ここで44枚目、まだマッサージらしいっすよ。じゃあ、流します。次の CG は、みかん入手後、過去の子供部屋のものですね。聖二郎さん、とりあえず布団を敷こう、なあ。みかん持ってきたぜ。もう待ちきれないよ、早く出してくれ。握手だよ。ここで45枚目、聖二郎は倍ですね、間違いない。昔はこんなに可愛かったのに、どこで道を間違えたのか。そして46枚目、自慢の17センチを見せつけるのは NG。弟がバイトか、ちなつが泣いてそう。じゃあ、流します。次の CG は、新ルートのラスボス撃破後、青空の聖二郎ですね。やっと、豪快な飛ばし方ができるようになって。いいぞ、これ。あ、そうだ。ほら、見ろよ、見ろよ、ほら。生命レイプ。でも生前より怖くなくなった、リカの姉貴。喋れない、今の君は、とっても可愛いよ。手間取っているのは、引き継がないデータゆえに、伝導がないからですね。とりあえず、お疲れ。あとはいつも通り、自暴自棄戦法を用いて、雪だるまを瞬殺します。キリエ。今回は、少々手間取りましたが、ちょうど1分で片付きましたね。いいから。ここで47枚目、生産。女の子みたいな手してんな。汎用 CG は回収済み。重要なのは、別動体カップル CG だ。なかなかやるじゃない。よっちゃんイカ合わせだ。そして今回の締めは、男同士で、この形って、成立するんですかね。ちなみに今回のエンディングは、最後まで見た後、セーブが必須です。聖二郎でクリアした、という事実を、システムデータに、登録してやりましょう。なおシステムデータは、全ファイル共通です。つまり男衆は、クリア済みに。では死んだ魚のような目をして、もっかいクリアするぞ。いいか、やろう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 スイッチ。行くぞ !4 回目のラスボス戦なんて、64倍速でいいんだよ。上等だるるを。そして50枚目、のんけ向けなのに、股間をまさぐるのは NG。この次は、ちょっと面倒なことをします。まず時計塔クリア後データをロードし、ソロ休憩、すると。ここで51枚目、リュックを漁っていいのは、小村だけ。あれ、何か忘れているような。スイッチ。この鳥頭目、次のはホモ専用ダルルを。ここで52枚目。何やってんだお前。俺も仲間に入れてくれよ。これくらいまでなら、男子校ならありえるかな。そして53枚目。続きが気になりますが、今回はここまで。お預け。くっそ長かった2周目も、ついに、最後の旅となりました。では休憩所後のデータをロードして、好感度調整を、始めましょう。必要な好感度は、どちらも30。公平にベッドインして差し上げろ。調べたところ、吉平好感度13、聖二郎は、0同然なので、残り5回の、ベッドを振り分ければ、簡単に満たせますね。OK? いざ鎌倉。これから向かうのは、休憩所6です。本館入り口そばですね。このイベントの条件は、ちょっと細かいのですが、ホモパーティーであり、どちらも、好感度30以上であること。別動体が、自暴自棄でないこと。吉平、
聖二郎とも、恋人エンドを見て、セーブしていること。秘密の箱入手後に、クリア済みであること。そうすれば、オスどもが発情しだす上、強制ドリンクが配置されます。ゆきちゃんはついに、兄の男色を、容認した？まずは54枚目。バカ野郎が裏勝つぞ、お前。もう手越しの花だ。次に55枚目。お友達に触って喜んでんじゃねえよ、お前。来てねえ、キャッチューだな。しかし、いちいちねえ。そろそろ再開だと思った？残念、もう終わりでした。男女問わずハーレムルートに進むと、通常エンドルートっぽい何かのエピローグに飛んでいくよ。まだ通常エンドに行っていないのに、これを流していいんですかね。早くなるものよ、吹き飛べ。まだ普通。アラケスとフタグンムムナウ。何語かな。闇の世界へ落ちよ、ベタン。は、ちょっと待って、それドラクエネタだよね。ドアドア、アバカーム。ああ、もうめちゃくちゃだよ。ドラゴンクエスト出てくるんで、5くらいだな。通常エンドでは、みかん親父が大活躍して、不快の住人を封じてくれます。しかしその代償か、親父は脱出しようとせず、ここに骨を埋めてしまいます。これが本来の1周目のエンドです。死者が出た場合もこれになりますね。通常スタックロールはキャンセルだ。なんだかよくわかりませんが、とにかく飛ばせるよ。ミアゾンビエンドか、新エンドか、どちらかを見たおかげですね。ミアは看護師に、そう。八千代 AV 女優、そう。イカナが狂った、そう。知るかバカ、そんなことより乳首感じるんでしたよね。ぼんやりとキャストを眺めておりますが、意味はなかったですね。さあここからは3周目に入ります。キッペイ新エンド、クリアデータをロード。雪エンドルートが解放され、片身の服が支給されました。いとこの顔よりは見た光景ですが、どこかが違っていますね。違いはこのゴールドキーと左の扉ですね。ここではゴールドキーと引き換えにバールのようなものが手に入ります。3周目は、このバールで箱を開けまくり、ひたすらドリンクを集めるよ。あ、ドラフトね。はいはい。3周目以降は、西館ルートです。よって。ミア、いいよね。ほら、見てないでこっち来て。ミアのみかん回収 CG は、もう見ましたね。次のドラフトまで飛ばすよ。さあ、今回のサブヒロインは、ヤチカ、お前でも十分だったんだよ。最初から最後まで、ただの作業だからね。CG だけ、サクサク埋めましょう。初めての西館。はい、用意スタート。ゆきちゃんオスオス、また後でね。休憩所1では、おやつの回収、ゴミ処理をして、早速セーブしましょう。この後いきなり、イベント CG がありますからね。では早速、最寄りの部屋へ。鍵はヤチカに任せた。穴は一つしかないから。順番に入ってね。ここで58枚目。はい、次はヤチカですね。ここで59枚目。CG のついでに、ドリンクと、壊れたハサミも拾っていきましょう。では本編を進めます。まずは下から迂回し、上の通路に出ましょう。小さな鍵の入手イベントがありますが、倉庫にありますし、ヘアピンもいるので、不要だ。
開通。三択を迫ったりしなくていいから。聖堂には、西館ルート初登場の、釘を打ち付けられた箱があります。バールがあると開けられるので、三周目以降専用ですね。なお、中身はすべてドリンクです。コスプレ衣装なんてなかった。いいね。蛇の鍵を拾ったら、来た道を戻りましょ。すぐ、ここ。西館の序盤は、鍵をどこで、使おうか芸ですね。なになに？青年の胸で赤子が泣いた。父親はうろたえ少年は暴れ狂い老人はボケたふり。ん？金田くんオフスオフス。まだ生きてたの。あ、痛いみたいですね。他人事じゃねえ。触手がこっちに向かってんぞ。慌てず騒がず、来た道を戻るのじゃ。来ちゃった。プラン B に行こう。なんとしても、壁をぶち破るのじゃ。おや、死体が消えてますね。亀田なんて、ここにはいなかった。いなかったんだよ。さて本編ですが、ここで用があるのは、折れたはしごです。これで裂け目を渡って、2階に上がりましょうねー。ここの5枚の絵画は、初代バイオハザードを参考にしたのかな？確か。青年の胸で、赤子が泣いた。父親はうろたえ、少年は暴れ狂い、老人はボケたふり。この順番通りに、人物の絵を、並び替えましょう。そういえば坊兄貴が、ここの絵の角で、敵を殴ってましたね。学会員。怖いなぁ。戸締まりしとこう。へ、簡単なんだよ。百合の鍵ゲット。別動隊にいる吉平は、時折、携帯で連絡をくれます。具体的には、ここか、自暴自棄 3P の場合だけですね。さて百合の鍵ですが、そんなことより CG だ。確実に回収できる、このタイミングで、ビロスしてでも見るのじゃ。というわけで風呂ですね。おぉぬくいぬくい。ここで60枚目。レズモホも、はっきりわかんだね。遅くなると、風呂場が壊れるからね。間に合ってよかった。というか、さっき行けばよかった。さて本編ですが、百合の鍵は、戸棚の鍵です。この戸棚で使うと、双眼鏡と、トレードできますぜ。西館序盤のお使いは、初見だと、結構迷うんだよな。双眼鏡越しに見た、楽譜をメモる、主人公の鏡。聖堂にピアノがあったので、ちょっくら、弾いてもらいましょう。M なんだろ？はい、しろ。この曲のアレンジ、2週目で、何回も聴きましたね。おぉ、開いてんじゃん！さあ、中ボス戦の準備です。片身の服を、持っていくぞ。というか、さっき持っていけばよかった。あ、そうだ。壊れたハサミもいるかな？疲れが見えてる。はっきり疲れてんだね。ここは西館ルートの、魔法陣の部屋ですね。しかし、もう恐れるに足らず、破滅するのは貴様だ。姉ちゃんオフスオフス服着ろめんどくせえ。しまるぞ。そうだ、ピアノの上がいい。じっくり引きつけて。未だ登れ。高いところは安全、はっきり示されたんだね。そうだよ。片身の服様々ですね。魔法陣の部屋で、やることは3つです。メモを調べ、板を取り、ハサミで、冷蔵庫をこじ開けます。これが大事。中のドリンクは没収し、
腐ったワインは、ミアに。ぶち込んでやるぜ。なおコマンドミスで、ミア以外にぶち込むと、完全にリセット案件です。セーブは、豆にしようね。ここで61枚目、泥酔レイプ、アルチュート化したミア。では再開しましょう。次は、先ほどのメモに従い、バイオハザードごっこをします。ちょっと違うのは、石像の落下場所が、奈落の底ってとこかな？この叫び声も、ここにデッドリードライブされた、仲間の悲鳴だったんやな、って。詳しく知りたい人は、ホモドーンを2本買って、いろいろ遊んでみてね。この先には何が？なんだ、大した高さじゃないな。マッチを現地調達したら、早速、地下道を調べに行くぞ。この地下道こそが、西間ルートを敬遠させる、クソ長イベントのある場所です。一定のレベルと、形見の服がないと、ストレスがクッソ溜まりますぜ。休憩所さんには、ビデオテープ B が落ちています。どうせクソ映画だろ。穴は一つしかないから。後で再生しましょう。この地下道は、東館に繋がっています。つまり右だな。レベルが高いと、ぐっそ快適ですね。ベッドを下から動かすパワーも持つ、主人公の鏡。というか墓石でもやってましたね。西館初めての、ボロのハンマーを回収したら、長距離走の開始じゃこのマラソンでは、移動速度の落ちる床を、1分以上も走らされます。しかし、苦労して仕入れた、形見の服があるので、移動速度は下がらないぜ。また本館に着いてからも、西館経由の方が、隠れんぼで不利なので。RTA に限れば、東館ルートを2周してから、こっちに来ればいいと思うよ。グルグルしたい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 。ここが最下層ですね。ちなみに体験版だと、西館ルートのみ、そしてここまででした。製品版では、像を壊すことで、姉ちゃんの動きを封じられて、その後、食事との対決シーンも拝めます。おいおい瞬殺だよ。でも、食手より姉ちゃんの方が、よっぽど強いはずなんですが、それは、よくわからない対戦後は、血みどろの鍵をいただけます。これを持って、再び東館に向かうのが、今後の流れですね。おっと、岩が崩れてきて、東館に行けないぞ。しかもハンマーで殴ったら、絵が折れちゃった。仕方ありませんね。別のルートを探しましょう。きつかったっすね、今日は。ただでベッドが使えるみたいなんで、お供は先に休んで、どうぞ。耳良すぎでしょ。物音の下先には、ラスボスさんオスオス。ほうほう、緑の像を全部壊すと、館から脱出させていただけるんですね。まあどう考えても大嘘ですが、他にやることもないし。西館東館中身は、すべての場所にある像を、ハンマーで壊して回るぞ。そのための、ハンマー探しからだった。さてどこから？すぐにヒントを追加してくれる、ゲーム進行管理者の鏡。もっかいここに来て、血みどろの鍵を、使うそうっすよ。ほう、折れたはしごですか。大したものですね。次は、これを使う場所を探さないとね。形見の服さえあれば、追いかけっこなど、地味に等しいわ。
申し訳ないが開かないのは困るので NG。 折れたはしごくん、出番早すぎ。ん？もうかい？意外に早いんだな。おや、ここは別動隊にアイテムを投げつける場所ですね。西間ルートではこのように強制イベントとなっております。さてゴミでも投げようか。知らない。別動隊レイプ CG 回収用データとかした。3周目その1、腕戻りましょ。また君か、怖いな。東館への道を作っておいたって、さすが黒幕は有能だな。では早速どう作ったのか確かめてみよう。確かに瓦礫は取り除かれてますね。しかしその先は東館でした。これわからない。まあ細けいことはいいんだよ。人用に電動、グロ用に硫酸を準備して適当に走り抜けるぞ。最近出番多くないっすか。扉が全部閉まってて逃げ道なんてなかったぞ。どうしてくれんだよ。最近出番短くないっすか。プークスクス、この追いかけっこで隠し部屋が見つかりましたね。おや、キッペイからの着信。これは自暴自棄 3P の生中継ですね。間違いない。まあそんなことは置いておいて地道に進めましょう。そしてこの仕掛けの大げさなことよ。もう一つ仕掛けを動かせば池周辺に行けますぜ。この辺に人を4人捧げるイベントってらしいですよ。じゃあ今日行きましょうね。人ならば生きてても死んでてもいいので、間違っても仲間を捧げては。出ます。てめえはグロだろ。しれっと人に混ざろうとするな。ぶち殺す。こいつはグロなので電動もロープも効きません。殴り合いでは面倒なので硫酸を持ってくると楽ですね。目的地まであと少し、行くぞ。ロープ入手から放出までの時間が短すぎる。ここが今回の旅の終点、休憩所4です。別動隊が男にリカナ1、自暴自棄、そして休憩4回。何も起きないはずもなく、というか別動隊自暴自棄 3P 条件いつもいつも。さあ4回目です。何が起きるのかな。ここで62枚目、リカナレイプ。これはもう助かりませんね。聖二郎は線路に突き落とされ、キッペイは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。